磁石。こんばんは、コスプレギターアーティスト伊谷亜子です。今日は11月11日ポッキーの日ということで、こちらちょっとこちらから食べてみたいと思うんですが、このポッキー、ポッキー史上最も細い50本。なんかちょっと YouTube っぽくなってきた。はい、これをちょっと試食してみたいと思います。すごい。お、2袋入ってて1個に50本入ってるってこと？美味しさ続々50本。ポッキーチョコレートの約2分の1の細さに焼き上げたブレッツェルにチョコレートをコーティング。細くて軽快なのにチョコ感がしっかりとした美味しさです。はい、言えたかな。なんかすごい、めっちゃ細かく書いてある。エネルギー191キロカロリー。はい、じゃあこちらを食べてみたいと思います。なんか、久しぶり食べるんですけど、こういうなんか上だけあるようになってるんだ、すごい。バーンってやりそうだな。はい、こんな感じ。この本当に細い。すごい。いただきたこしちゃんだよ。本当だ。なんかチョコの方が、なんだろう、チョコがすごい分厚いポッキー的なものっていうのはあるけど、細すぎてチョコの容量が増えてるから、すごいチョコ感がアップしてる感じしますね。すごい。すぐ食べれるっていうね。なんかこういうのさ、チョコだけさ舐めてさ残り棒を食べるみたいなのをやってたりしたことありますよね。ありますよね。で、これでも今やろうとしたら細くてすぐ食べちゃう。なかなか、あ、これをこの極細のポッキーのチョコを全部舐め切るのがかなり難しいと思います。そして2つ目、こちら。なんかいろいろあるんだね。つぶつぶいちごハートフル。ハートフルですよ。キュンとするハートのプレッツェル。プレッツェルって言うんだ、こういうの。プレッツェルってなんかこういうパンありますよね。こういうジョジョとかじゃないですよ。ジョジョこれですよね。あれ。ハート型のプレッツェルにいちご果肉を練り込んだピンクのポッキーです。キュンとする可愛い見た目といちごの甘酸っぱさをお楽しみくださいということでね。すごいね、ハート、かわいい。さすがですね。いちごドーン。おー、なんかすごいね、かわいい。なんかこういうかわいいのね、知らなかった。なんかポッキーってかわいいんだ。はい、こちら開けてみようと思います。あ、これはなんかパッてなってないんだ。なんかちょっとこう、さっきのはめちゃめちゃ細かったから、これは上からなのね。お、すごいイチゴの匂いする。なんか新しいハート、なんか飴、こういう飴あるよね。金太郎飴、金太郎ポッキー、金太郎ポッキー。なんか一瞬にして可愛くなくなった感じです。すごい。なんかこれも細いんだけど、でもさっきの
極細ポッキーと比べると、え、どう、やっぱ違う。11月11日です。こういうごめんなさい。はい、食べてみたいと思います。つぶつぶいちごハートフル、すごい名前。なんか新しい食感。なんかさこういうのさっていうの、なんかなんだろう、サクサクいくんだけど、このちょっとハート型だからやろうとすると食感が違う。なんか私ポッキーこういう感じ。極細ポッキーは食べた時こうなんですよ。で、ハートのポッキーはこういう感じ。試してみてください。ということで、今日はポッキーの日ということで、こちらありがとうございました。ごちそうさまです。すべて美味しくいただきます。コスプレギターキスイタニアコでした。今日もライブありがとうございます。そして YouTube のチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。お待ちしてます。今日は秋葉原のキャンディーボックスでのライブに来ていただきましてありがとうございました。今日のイタニアンコ新聞、毎回ね、ライブごとにイラストと文字を書いたチラシを配布しているんですけれども、今日はこんな感じになりました。これは駅で見かけたエレベーターです。そっからちょっと着色したらなんかすごいカオスな感じになりました。はい、こちら着々と増えておりまして、バックナンバーたくさんございます。もはやこれ何番かも書いていない感じなんですけど、そのライブに来ていただいた方に配って、まあそのまたもらったよって言われても、いや今日は違うんだぜっていう感じで配っております。ぜひゲットしてみてください。